今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。なあ、いらっしゃい。またのお越しを。いらっしゃいませ。ありがとうございました。馬の調子はいかがですか。またお世話させてくださいね。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。ああ、いらっしゃい。またのお越しを。いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます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 。ありがとうございました。桶狭間の勝利で今川家の脅威から解放された信長は徳川家康と改めて盟約を結び、東方の攻略を託した。皇子の憂いを絶った信長は次なる目標を美濃に定め、因縁の相手斎藤義達の討伐を決める。しかし義達の居城稲葉山城は難攻不落の堅城。信長は攻略の糸口を見出せずにいた。稲葉山城の戦い。義元を討った今、よう秀吉。よし、決まっていくか。思いを胸に、いざ。
角俣城からなら崖を登ることができる。これで稲葉山城を攻められるぞ。秀吉がやったか。よし、全軍に号令。二手に分かれて角俣城に向かえ。角俣城は間違いなくこの戦の要だ。桃地の兄貴、敵に奪われないよう頼むぞ。俺を誰だと思ってやがる。とはいえどれだけ持つかわからねえ。道山様は吉達様を見限っておられた。美濃の主にふさわしいのは誰なのだ。私の帰るべき場所はもう斎藤家じゃない。この戦いで因縁を断ち切ってみせる。あの人本当に城を建てちゃった。すごいよ、信じられないよ。でも織田勢の攻め口はあそこだけ。あの城を抑えちゃえばこっちの勝ちかな。よし、角俣へ進むぞ。開門。これは侵略ではない。親父殿より譲られた美濃を吉達から奪い返すための戦よ。秀吉、よくやった。それに伊賀の桃地三太夫にございます。織田殿、以後お見知りおきを。決まったろ。しかし信長様、せっかく城を建てたものの敵の攻撃が激しくて進めそうにありませんや。案ずるな、間もなく援軍が来る。秀吉、三太夫、それまで耐えしのぐぞ。よっ、お手柄じゃねえか。こんなもんか。みんな角俣の城に向かって。あの城さえ奪えば織田勢に勝てるから。斎藤の軍師は竹中半兵衛と言ったか。あんな奴を仲間にできたらな。に迷っているようね。織田の強さを見せれば寝返るかもしれないわ。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。くらっとけ。美濃の主にふさわしいもの俺以外にいねえ。信長ごときに奪えるものか。やるぞ。どちらが勝とうと知ったことか。皆引け。我らはこの戦から手を引く。開門。それまで。ただいま参上しましたぞ。これより攻勢に転じる。稲葉山城を包み込むように兵を進めよ。者ども何をしている。さっさと織田勢の進軍を止めねえか。開門。
今さら必死になろうと無駄よ。帰り討ちにしてくれるわ。オイラたちは斎藤の軍師殿を黙らせに行くとしようか。秀吉は西へ向かったようだ。ならば我らは東回りで進もうぞ。こんなもんか。行け。何としても角又の城を奪うのだ。また敵の増援が角又を狙っているようだ。決まったろ。おお、半兵衛殿の申された通り、敵が迷い込んできたわ。押し潰せ。オイラたちの動き、半兵衛にはお見通しだったか。秀吉が囲まれているか。こんなもんか。救ってやらねば城攻めに支障が出よう。キャルダ、ここからなら稲葉山城の背後を取れよう。まずは味方を呼び込むか。ミノを狙うヌスットどもめ、この力され。起点救援と。おお、火星が来たか。これなら勝てる。いるんではならん。畳みかけよう。これで斎藤の兵力もだいぶ削れただろう。期待通りの戦ぶり。やはり信長はただのうつけじゃねえな。討ち死に。こんなもんか。気合いだ。こんなもんか。またざは天下無双よ。敵将ぶった切っといたぞ。引かせていただこう。またざ、今日も暴れているな。開門。やれやれ、なんとかしのいだな。今度こそ半兵衛のところへ行くぞ。角又に城を作った人、どんな人なのかな。直接相手をしないとわからないよね。こんなもんか。本兵のやつ、自分で門を開けやがった。しや、オイラに興味を持ってくれたのか。竹中半兵衛、オイラは秀吉ってんだが、これも何かの縁だ。仲間になってくれよ。お誘いは嬉しいけど、急に言われてもな。決まったろ。僕に勝てたら考えてあげてもいいけど。よし、この地で布陣を固めておくとしよう。かなう相手ではなかったか。ザコども邪魔すんじゃねえ。
この砦は渡さんぞ。これで敵はもう増援を呼び込めまい。角又城への攻撃も弱まるだろう。開門。ども邪魔すんじゃねえ。こんな狙いだ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 。キャーパー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 。こんなもんか。気合い入れてけ。決まっていくか。分かったよ、君の家来になってあげる。そういえば義達様に通じる裏道があるけど。開門。うっしゃー、オイラの仲間になってくれるんだな。で、裏道があるって。よし、進むか。道は開けた。義達を撃て。父上、竹中半兵衛が裏切りました。背後より敵が迫っています。ラジオキ、いざとなればお前は落ち延びろ。俺の怨念はお前が継ぐんだ。開門。こんなもんか。気合い入れてけ。決まって。よし、我々も進軍するぞ。敵将、ぶった切っといたぞ。悔しいが、ここまでか。終わりのうつけにこの国は渡さねえ。美濃の正当な主は俺だ。こんなもん。私の見立てが正しかったってのか。認めねえ。俺はこんなもんか。認めねえぞ。討ち死に。これで終わったのね。斎藤は滅んだ。機長、これでお前の心も解き放たれよう。